この多機能カメラは小型で携帯性に優れ、大切な瞬間を撮り逃さない長時間の使用が可能です。今回この動画ではこのカメラで何ができるかをピックアップして紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。使用について、約 1.3 インチのモニターが搭載、録画状況が一目瞭然、リアルタイムで映像をチェックすることができます。180度回転レンズ搭載、撮影範囲が広く、撮影状況に応じて撮りたい角度自由に向けることができます。画質は 4K、2K、1080p から選べます。写真は10種類から、こちら撮影場所に合わせてモニターの明るさを調整することができます。暗視機能、動体検知、上書き録画、こういった機能も備わっておりますので、コスパよく手軽にカメラが欲しい方はぜひこちら見てみてはいかがでしょうか。ちなみにこちらウェブカメラとしても使えます。こちら付属品、クリップとネジ穴が付属している拡張パーツとなります。これを使うことによってさらに使い方が増えます。長時間撮影に対応、内蔵バッテリーは約4時間連続撮影することができます。移動電源2万ミリアンペアワーを接続した場合、約15時間連続録画が可能です。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうでしょうか、映像の感じどうでしょうか。こちら何といっても特徴的なのはこの180度回転レンズ、カメラの向きを自由自在に広角で映像を捉えることができます。バッテリーや直接コンセントと接続した場合、さらに長時間の録画が可能です。隠し録画モードについて、この隠し録画モードをオンにした場合、キーを押す音が消え、録画時はモニターを消灯状態にしたまま撮影することができます。ご自宅、事務所、倉庫、店舗などに放置して設置撮影することができ、防犯の目的に使えます。他にも浮気調査、会議商談、 DV の証拠、セクハラ、パワハラ、いじめの証拠としてなど、さまざまな問題トラブル解決の対策に便利な機能です。動体検知モード搭載、この動体検知モードをオンにすれば、周囲の動きに反応して自動的に録画の開始と停止を行います。常に撮影が必要ない場合、無駄な録画を減らし、カードの容量を大幅に節約することができます。データ容量がいっぱいになってしまった場合、古い映像から自動的に上書きをし、新しい映像を重ね撮り録画をしてくれます。途中でバッテリーが切れる心配もなく、無限録画も可能です。また大容量の外付けバッテリーを使って給電することによって、24時間連続録画も可能です。Wi-Fi 搭載、スマホ連動、Android および iOS システムからアプリ、こちらをダウンロードすることで、スマホ上でリアルタイム録画、再生することができます。パソコンや APP は必要なく、アプリなど面倒な操作は一切不要。本体に各データを設定、ビデオ、写真を再生、削除などの操作をすることもできます。接続も完了しました。というわけで、今ですね、スマートフォン画面にこちら映りました。カメラとスマホのアプリで見ることができます。とても便利です。暗視機能により夜間撮影 OK。 こちら4つの不可視赤外線ライトが搭載されております。この暗視モードは手動自動設定することができます。この自動モードを設定すると、暗闇または被写体が暗い状態を検知すると、自動で暗視モードに切り替わります。夜間でも鮮明な映像で録画。なお手動モードに設定した場合、下のボタンを短く押すと暗視モードに切り替わります。
かだったでしょうか。クリップ型小型ビデオカメラ、とても軽量、広角レンズのため映したい方向にカメラを構えておくだけでしっかりと録画をすることができます。また小さいながらもモニターがついていますので、撮影している映像をリアルタイムで見ることもできて、カメラ初心者にはとてもおすすめな商品となっております。ぜひ商品興味がありましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。